はい、皆さんこんにちは。今回もワンアワーワンライフ OHOL やっていきたいと思います。じゃあね、ジャパン1でいいかな。スタート。生まれようとしています。ママーン、ママママーン、ママママママーン、まあまあ、リュックサック持ってるから結構発展してるところっていう可能性はありそうね。私今回これ女の子か？うん、男の子っぽい感じもするけど、ついてきてたな、これ多分ついてきたパターンだ。あ、違うかな？あ、違った違った。ちゃんと連れててくれるママだった、よかった。あそこに卵がいっぱいあるのはちょっと覚えておきましょう。おー、めちゃくちゃ骨がある。やっぱこれ発展してんじゃない？もしかして。トウモロコシもあるね。あ、木のやつ、石の破片がある。あ、めちゃくちゃ発展してる。ってことで今回は、発展してる村で初心者はどうやって動けばいいか、こちらをやっていこうかなと思います。発展村ですね。男だよ。私の名前、名前予想タイムなんかーい。基本的にね、発展して村でもね、普通の村でも変わんないんですが、適温にいるようにしましょう。適温にいた方がお腹の隙が減るので、もうこれはね、確実絶対と言った方がいいですね。絶対に適温にいるようにしましょう。で、もしね、お仕事何できるって聞かれた時はね、しっかりと初心者ですっていうことをね、伝えるようにしましょう。山田花子族かな、これ多分。山田娘ちゃんデラックス。まあ、子供のうちはね、基本的にそんな感じで適温にいれば大丈夫です。で、お腹が空いた時は3やら2やらをしっかりと伝えていく。で、3やら2やらを言った時に、誰かと重なっている時は3とか2とか言った時に、その横にずれるようにしましょう。そうすることでね、抱っこの間違いがなくなるので、お母さんのお腹がね、無駄に減ることがなくなります。この村結構すごいですね。めちゃくちゃちゃんとしてるわ。あなたはペロペロです。私の名前も欲しいよ。どうしようかな。どのタイミングで言うか。うん、なんか怖いだ。ママが名前つけてくれる。ペロペロだから次だ、なんだろう、ポロポロ的な感じ。パロパロ、ピロピロ、ピロピロだった。なんか右の方の墓にお供え物がしてあるんだけど、丸石とかボールとか、なんでだろうね。なぜだ、なんでなんだ。はるかお母さんなのに無関係ってなってるね。めっちゃ続いてるこれ多分。さあ、そしてね、発展してる村でもね、つかむしろ発展してる村だからこそ、4歳までね、乳を吸った方がいいと思います。逃げて、どうした、クマがいた、見てなかった。なんて書いてあった、今。4歳になって父もらったらありがとうって言ってね、遠くに行きます。クマか、クマだね。マジか、このタイミングでクマか。矢がここに1個あるね。1個じゃ意味ないもんで、羊おるかな。で、クマが出た時のね、初心者の動きなんですが、クマが出た場合はね、近くに寄らないようにしましょう。クマって羊肉を食べたら収まる的な、そんな感じのことがあります。なんで羊肉を食べさせる係とか、あと、まあ、弓矢で倒しに行く係とかがいます。なんで近くにね、誰かがいるとね、そっちの方にね、動いてしまって弓とかを撃ちにくくなってしまうので、基本的に近くには寄らないようにするようにした方がいいと思います。素直にね、隠れてましょうね。さあ、そしたら発展した村での動き方なんですが、発展した村ではね、使われてないカゴが大量にあるので、まあ、カゴを使ってしまっても大丈夫なんですが、使ってるカゴもたくさんあるので、その辺の区分けはしていきたいんだけども、どうしようかな。中途半端に発展してんな、ここ。このね、骨、道にある骨とかはね、とてもとても邪魔になっていくので、この骨運び、これね、イブの時の時も同じなんですが、骨運びはね、結構重要です。骨を運んでいって他のとこに運んで、この拠点内をきれいにしていく作業、これは大事なのでね、どんなとこに生まれた場合でも、意の一番に、もう自分がっていう感じで、どんどんどん骨運びをした方がいいですね。積極的に骨運びはね、していきましょう。そしてお腹が空いた時なんですが、こうやってオムレツが大量にある時とかはね、食べてもいいんですが、やっぱね、私はね、すぐりがある時はすぐりを食べてほしい派です。というのも、みんながみんなこういうオムレツとかを食べて、まあ今は食料たくさんあるから食べていいと思うんだけども、みんながみんなオムレツ食べていいんだってなってしまった場合、オムレツを子供が食べて無駄となる体力回復があって、大人がね、食べるものがなくなって、結局すぐりを食べちゃうということになってしまうことがあります。なんで子供は素直にすぐりを食べて、大人のこの食べ物は食べないようにした方がいいというのが私の持論ですね。これは本当ね、諸説あって、まあ今右に卵いっぱいあるから食べていいと思うんだけども、すぐりは羊とかに使うもんで食べない方がいいっていう風に言う人もいます。まあ、この辺はね、いろいろやってみてね、自分で考えてやった方がいいと思うので、まあ周りを見てからなんだけども、難しいね。私はすぐりを食べる派ですね。さあ、そしてまあ発展村のね、過ごし方の一つ、すぐり畑をね、管理しましょう。こうやってね、土を乗せて水をかければすぐりが回復するので、周りにある土を使ってすぐり畑を管理していく。これはね、もうやってね、損はない行動なので、誰でもね、できる行動だから、まあなるべくね、気づいた人、何もやることないなっていう人はね、こういうすぐり畑を管理しておくと間違いはないですね。ただこれ水がねえぞ。バケツはどこにあるんだ。あ、あった、ここに。バケツこういう感じであるんですがね、このね、苔がないやつはね、乾いているので、乾燥しているので水を取ることできません。苔があるところからバケツで水を取って、でこの水を使って
ボールでね、水をあげるようにしましょう。ボールでね、このバケツがついたところの水を回収することはできないので、それはね、注意してください。待って、死んでしまう。よいしょ。保育所近くの食べ物は基本的には食べないようにしましょう。それは全部ね、保育士さんの食べ物なので、それ食べてしまうとね、保育士さんがちょっと死んでしまったりとかするのでね、食べないようにした方がいいと思います。ということで、すぐり畑をね、管理することは初心者でできる。まあ、一番の仕事で言っていいかもしれない。もしかしたらね、もうね、食べ物を作っているので、もう実作業的な感じになるのでね、これが一番ね、役に立つ的な感じだと思います。ちなみにね、これ、水をね、こう取ってしまった後に、かける場所ねえやっていう風になってしまった時どうするかというと、まあ別にそのまま置いといても、こうやって置いといても問題ないんですが、ボールを使いたいという人がいるかもしれないんで、水をね、バケツに戻しましょう。そうするとね、ボールに戻るので、こんな感じで、このボールをどういう風に使うこともできる的な感じになるので、すくいすぎた水はしっかりと戻すようなことを意識していった方がいいと思います。で、今回は大丈夫なんですが、もしもね、土がねえなっていう風になってしまった時は、男の子の場合はね、カゴを持って遠くの方にね、土を取りに行く的な感じのことをするのもいいと思います。そういう時にね、リュックが余ってた場合は、リュックを積極的に使っていって、リュックとあとカゴだね。このリュックはね、リュックは外して、これ土をね、入れることができます。なんで、これでね、手押し車をね、持ってない時でも、土をね、二つ同時に運ぶことができるので、とてもね、大事な知識だったりするんで、まあ、リュックが余った時は本当に積極的に使って土をね一気に2つずつ持ってこれるようにしましょう。ちなみにこの手押し車はね13歳だか14歳ぐらいからね使うことができます。なので13歳か14歳ぐらいになったら手押し車を使って土を運んだ方が、早く運べるのでそっちの方がいいですね。めちゃくちゃオムレツが置いてあるあ、クマがおる。うおー、クマがいる時は逃げましょう。基本的にはちょっとオムレツ食べて、羊はおらんか。羊、いやでもまだこれいなそうだな。矢が3本あればいいんだけども、矢も3本なさそうだよね。うわ、すんごい作ってあるご飯。無念や。前回といい今回といい、初心者向けの動きをしようという時に限って何か起きるねどこ行ったんだろう。まあいいや、初心者向けの動きをしましょう。そしてね、こういう風にね、かまどとかオーブンとかがある場所があって、火をつけるべき場所があります。その近くにこういうね、焚き木だとか丸太とかを置いておくと、いいです。今やってくれてるけどね、こんな感じで焚き木をね置いておくのはすごく大事ですね。まあ、今ちょうど手押し車があるので、手押し車を使ってこういうね焚き木をこの中に入れて、これを運んで鍛冶屋さんの近くとかに置いておくという作業、これね、めちゃくちゃ役に立ちます。これをしてくれる人がねいるといないではね、だいぶ鍛冶屋さんのね楽さが変わってくるので、これほんと地味に見えるんだけども、本当にとても重要な作業です。これ初心者でもね誰でもできる感じの作業なんで、何すればいいかわかんない、発展してる前何すればいいかわかんないっていう初心者の方は、もうこういう作業をね積極的にやるようにしましょう。結構ね、壊すだけ壊して何もしてないっていう人が結構いるというか、そういう村が結構あります。なんでそういう村に行ってしまった時は、しっかりとねこうやって持ち運ぶ的な感じのことをやっていきます。まあ、こっちにもね普通の火があるんで、こっちの方にも置いておく的な感じで、まあ、例えばなんですがね、 PK が出た時に誰が PK したかわかんないというそういう状況に陥る時はあるんですが、こうやってね焚き木を運んでる人はね、まず間違いなく疑われません。なぜかというと、村のためになることをやっているから。まあ、こんなこと言ってるとね、次から PK の人がねこの修行をするかもしれないけども、まあ、基本的にはね疑われないので、こうやってね PK だと疑われないように数的なムーブをすることも大事ですね。発展した村になればなるほど PK が出やすくなります。そうなった時に誰が PK なのかが分かんないこともよくあって、誰が信用できるかっていうのが本当分かんないことがたくさんあるんでね。クマがまだおるね。矢が1個足りてないとかかな。倒すか、私初心者だけど。弓あそこにあるね。ちょっとこれ回収して、なんか一本しか刺さってないんだけど。あ、あるじゃん、ここに。じゃあ、二発目を。あ、これ倒したかな？三発目だ。あ、オッケーオッケー。倒してよって言っとくか。倒したよ。さあ、先人が二発当ててくれてたからね、すごい楽に倒せましたね。矢はね、回収して、しっかり回収した後に、火打ち石かな多分。あ、こんなん初心者でやんないからね。今、こんなんやってる場合じゃないけどね。私ちょっとね、矢持っときますからね。初心者、矢は持たないようにすると思うけどもね。私は矢持っとくか、一応。PK 出た時、怖いもんね。さあ、あとはやってはいけないことですね。小麦はね、結構ね、あること多いんですが、基本的にはね取らないようにしましょう。小麦係、パイ屋さん係がねやる仕事なので、小麦を取ったりとかは初心者の方はやんない方がいいと思います。あえてね回収しないという、そういうこともよくあるんでね。さ、羊がいなくなっちゃったから羊を取ってきたいんだけども、今回初心者向けなんだもんで徹しましょう。私は初心者だ。やることは木を持っていく、これ大事なんでね。ちなみにですがね、この焚き木の他にも丸太もあるんですが、丸太もね一箇所に集めておいた方がいいです。で、その丸太を集める場所なんですが、こういう風にね丸
いものが置いてあったりだとか、あと木のね、この板、木の板が置いてある場所があります。そこにね集めておいた方がいいですね。まあ今右下にすぐそこにあるので、これは置いといて、右上にある丸太、あの丸太をすべてねさっきの場所に持っていく的な、そういう作業をしていきます。まあなんで初心者の方がね、こういう発展した村に行った時に何をするのが一番かというと、物を運ぶのがねやっぱ一番ですね。骨を運んだり、まあ一番って言った時はすぐり畑もいいんだけどね、すぐり畑をやるか物を運ぶかのその二択ですね。すぐり畑を管理して、管理し終わったら今度は骨を運んで、骨も運び終わったら今度はこの木を運んでみたいな、そういった感じのことをやればとてもね綺麗な村になっていくので、過ごしやすい村になります。過ごしやすい村になるとどういう感じなのかというと、上級者の方が作業がしやすくなるってことは、初心者の方が生きるように上級者の方が気を使ってくれるもんで、初心者の方が生きやすくなるという、そういった感じのね好循環になっていきます。なんでね、初心者だから何するかわかんないっていう方は、物運び、すぐりの管理的な感じのことをやるととてもとてもねいいと思います。そしたら発展した村でのね食べ物ですね。すぐりだけじゃなくて、発展した村ではねいろんな食べ物があります。それらをちょっと食べていきましょう。まずオムレツ、これ分かりやすいですね、これはね発展したい村でも結構あるので分かりやすいと思います。次シチューですね。シチューはねこういった感じで、灰の上にボールがあって3姉妹のシチューってなってます。これはねボールですくって食べることができて、 2,3 倍食べられることができるので、とてもとてもね回復量が高いやつですね。そして、ね、次はこちら、ゴミみたいな感じに見えるんですが、こちらねパイです。パイもね食べることができます。パイもね4回だか食べることができるので、とてもね腹持ちのいい感じのやつですね。でパイの特徴なんですがね、見ての通りこんな感じでねカゴの中にね入れることができます。なので遠くの方に行く時もパイを持って、パイをねカゴの中に入れて、まあ、リュックにも入るんだけどね、パイをリュックとかカゴの中に入れて遠くに行ったりとか、そういう感じで遠出する時のお供にもすることができるので、とてもとてもおすすめですね。で人参とかがあるんですが、これらはね直接食べないようにした方がいいと思います。パイにしたりだとか、あと羊の材料、羊の餌の材料にしたりとかするので、人間が食べるものではないので、まあフードチェーン目当てじゃない限りは食べないようにしましょう。まあ基本的にはそんな感じですかね。ご飯はその3つ、まああともう1個ね、牛がねいた場合はね牛の牛乳とかも食べれる、まあ飲むことができるんですが、今回ここには牛はいなそうなので、それはまあ置いておきますかね。牛はバケツの中に牛乳が入ってて、それをねボールですくって飲むことができます。これもねめちゃくちゃ回復するのでね、とてもとてもおすすめな食べ物ですね。まあと人参、人参はねこう種になってしまうので、出来上がったものを見かけた時はね周りの種の状況を確認しつつ、しっかりとね収穫をするようにしてください。種になってしまった後だともったいないので、周りにこういう風に種がね落ちてる場合はどん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 収穫していきましょう。中にはね種にするか収穫すんなとかいう風に注意してくる人もいるんですが、こうやって種あるじゃんっていう風に指摘すれば OK なんでね、自分の方が正しいという自信を持ってね指摘をしたって大丈夫だと思います。どうしようか、土でもやっていきますか。あでも今羊いないのか。あれあれ乾燥したってなんだ。あ水入ってねえわ。これすぐりが入ってる。乾燥したやつはね水をかけて濡らすことができます。濡らした後にね、まあ、これはもう初心者の方がやることじゃないんだけどね、まあちょっとおまけということでね。あれ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 、あちょうど消えた。バケツはね苔のある方ですくって、で濡らしただけでは意味がなくて、濡らした後にまあこれレシピブック見れば分かるんだけどね、糞を乗せたショベルをここに乗せる必要があります。羊の糞をシャベルですくうことでできるので、多分あるんじゃないかな。羊の糞、羊がまだいないのかな。で羊持ってきましょう。ロープがないと持ってこえないんだけど、ロープあるかな。いいや、とりあえずホームマーカー外して、ホームマーカーをつけて、で羊を連れてくるついでにロープ探してこよう。ロープ、ちなみにね発展した村はねちょっと遠くの方に行くとねたくさんご飯があったりとかします。村にねご飯がないときはねちょっと遠出をするようにしましょう。そうするとねたくさんのご飯があるので、村のねご飯を残しておくことで村の人たちがね生き残る確率も上がるので、今のはちょっとね初心者向けではないんですが、余裕のある人はねしっかり遠くの方に行ってご飯を食べるようにした方がいいと思います。あとね結構そこら中にねカゴが落ちてることがあります。発展した村になればなるほどカゴがね周りに落ちてるので、そのカゴをね拠点まで持ち帰るという作業、これめちゃくちゃ大事なんでね、これをやるだけで一生終わらせるでもね全然村のためになるので、こういう作業もねやるようにするといいですね。わーこういうのこういうの、リュックサックとかもね周りに落ちてることあるんでね、あーこうカゴもあるしこういうのを持ち帰る作業めちゃくちゃ大事なんでね、ぜひやってください。危険な場所に行く必要はないんでね、その辺の近くの砂漠とか行った時に見かけたものを持ち帰る、
そういった感じのことをねやってもらえるとすごい助かりますね。はい、ということでね、こんな感じで今回は発展村に生まれた時の初心者の動き方をねやってみました。基本的にはね、元物運びとすぐりの管理、これだけで十分ね村のためになるので、ぜひ皆さんねやるようにしてみてください。ってことで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また来世お会いしましょう。ではでは、あとね、最後死ぬ時はね、こういう服とかを脱いでこういう場所に捨ててって、で墓場でね死んだ方がね邪魔になりません。墓場で死ぬようにすると、初心者なりに気を使った感じの死に方になるんでね、最後の言葉を残した後は墓場で死ぬようにしましょう。ではでは、また来世でお会いしましょう。バイバーイ。